タクシードライバーに興味のある方、ぜひ山陽自動車にご相談ください。長期生活応援制度であなたをサポート。地理不安な方も未経験の方も安心。山陽自動車はバッチリ皆さんの味方です。お問い合わせは山陽自動車タクシー部 03-3641-3105 まで。白い車体に S 34と書かれた車両が走っているのをご覧になったことはありませんか？山陽自動車では契約先拡大により企業、学校、福祉施設などの送迎車両を運転できる乗務員さんを募集しております。大型二種免許、普通二種免許をお持ちの方、またヘルパー2級など福祉資格をお持ちの方、大歓迎です。エリア、曜日、時間などお気軽に何でもご相談ください。お問い合わせは山陽自動車プロジェクト推進部 03-3641-2521 03-3641-2521 まで。ラジオ日本がお届けしている関澤邦正のリバーサイドトーク、今日は参議院議員の松村義文さんにお話を伺っています。ところで松村さん、国会議員としてのこれまでの取り組みをお聞かせください。はい、ありがとうございます。私はね、実は8年前は、はい、普通の中小というよりも小規模事業者の会社の経営者だったんですね。ほう。そこから国政に転身をしまして、はい、で参議院は6年間ですから、一期6年間は全国比例という、全国、はい、つつ裏裏が選挙区のすごいね、候補者だった。それってすごいですよね。いや、選挙運動って全国回るんですか？回りましたよ。体力本当に必要ですよね。知力より体力ですね。ね、そこで何をやってたかっていうと、私の出身母体が、はい、町や村にある商工会というところなんですね、うん、はい、そこの全国の会長をやりまして、で、やっぱり小規模事業者、私国会に来て大臣に、さんちゃん企業知ってますかって言った。さんちゃん企業、はい、父ちゃんと母ちゃんとあんちゃんでやってる企業ですよと、大企業ばっかりじゃないんだと、松下やホンダもトヨタもみんなこっから始まったんだと、もっと育ててしっかりと日本のトップランナーになるような政策がいるんじゃないかということをやってきたんですね。ですから6年間は、片方で全国比例という立場で全国の中小企業の代表としてのことをやり、地元でもたくさん応援いただいたんで、熊本なんですけれども、うん、熊本ではオールマイティで地域経済の活性化をやるためにはね、何が今必要なんだということを一生懸命やらせていただきました。熊本とおっしゃいましたけど、熊本、実は僕も詳しくなくてですね、とっても素晴らしい立派なお城があるのと、ね、あと阿蘇山があるのと、そうなんです、なんか火の国ってイメージが、火の国なんですね。情熱的な県民性というんでしょうかね。ありがとうございます。で、松村さんは熊本のどちらなんですか？熊本の南の方の人吉球磨地方というところなんですね、はいはい、私は球磨郡朝霧町という、はい、日本三急流で一つ球磨川が流れてましてね、はいはい、盆地なんで冬は冷え込むんですよ、はいはい、そうすると朝11時ぐらいまで霧がかかってる、はあ、そのまさしくその町の名前もそうです、ね、朝霧町なんですね、はい、朝霧町なんですね。熊本どうですか今？熊本は元気ですと言いたいんですが、経済は良くないですね。先日も7月の頭にね、はい、だいぶ企業誘致が進んでたんですが、はい、IT 関係の会社が400人ほどの雇用をなくすと、まあ、工場を閉めるというような発表をしているもんですからね、なかなかいい状況ではないです。ただ新幹線がね、そうそう、あの開通をしましたんで、ね、観光の効果、可能性という部分ではこれからが楽しみです。それこそ私たちが頑張らなきゃいけないということですよ。そうですよでもそうか、焼酎も美味しいな。あ、焼酎美味しいですよ、ね、これまた私の地元で。なんか前ね、あの焼酎ね、こう、チョコがね、三角に尖ってて、そらきゅうって言うんです、置けないんですね。置けないんです。ですから飲んだら飲みか飲んで、そんな感じ。そうですか、そうなんです。熊焼酎かな。そうなんですよ、熊焼酎、私の地元で米から作った焼酎なんです。 あれ結構びっくりしました、あの、このおチョコが。おチョコもそうなんですが、あのお米で焼酎を作るのっての皆さんご存じないんですね。米焼酎って聞きますけどね。最近はね、もう200種類以上あるんですよ、ね、ほう、地元に28社ありまして、あ、私はそこの焼酎大使をやっておりまして焼酎大使、とにかく熊焼酎を広める。あ、今ね、ここの若手の経営者、うん、全部集まりましてね、28社、ジャパンブランドと称して海外展開やってるんですよ。
この熊焼酎、ええ、で米焼酎、ね、米焼酎です。で女性向けのリキュール酒を作ったり。それは女性向けっていうのはアルコールが低いとかいうことですか。あのシソ焼酎とか、あのいろいろく、なるほど、マーケットを調べてね、ちょっとまあ飲みやすいんですかね。焼酎は焼酎というイメージじゃなくて、やっぱり女性向けであったり男性向けの上手だったり、関係ないのな、口当たりが優しい、またそんな感じ。どんな辛口だって飲んじゃうじゃない。そんなことないですよ、はい、焼酎は美味しいんですよ。ね、本当飲みたくなりますね。いや熊本はね、その熊本城もそうなんですよ。うんうん、今だいぶ観光客も増えましてね、うんうん、三大名城の一つですから、カラス城と呼ばれております。黒くてね。加藤清正、聖職さんでね、一番熊本県民に親しまれてる殿様ですね。なるほどね。さっきお話ちょっと出ましたけど、はい、これちょっとお聞き合わせいただいた方がいいかなと思うんですが、でしょう、その全国商工会、はい、青年部連合会の会長をやったと、全国組織の会長をやったというふうにお話を4年やらせていただきました。この全国商工会ってどうもね、その私ども東京というか下町の人間にあまり馴染みがなくて、これはどういう会なんでしょうか。ありがとうございます、ね、商工会っていうのは大体これ似た組織に、はい、例えば若い青年の JC ってありますよね、青年会議所、はいはいはい、これはその自腹で動く団体ですね、うんうん、日本の政策の中で商工会議所という各都市に作りましたよね。この後追いで昭和35年に経営改善普及事業っていうのを目的に商工会というのができたんですね、うん、主に町や村です、うんうん、東京だと三多摩地区、あ、西の方、ええ、そこに、中小零細の方々が会員としていらっしゃって、うん、とにかく地域の活性化と合わせて、地域の活性化がなければ自分の家業も繁栄しない、うん、こんな考え方の中にやってる団体で、私が会長をやりました時に青年部7万人いたんですけどね。7万人 ?7 万人ですよ、全国に。すごい組織だな、1期2年を、4年やらせていただきましたから、2週ほどいたしました、日本全国 を楽しかったですね。あ、それ自腹で回るんでしょう、だって、いや旅費は出ますけどね、うん、公園にずっと回りましたから、今俺たちは何をやらなきゃいけないっていう話をしながらね、うんうん、やっぱりそういうところでこう政策とか国を語ったり街づくりを語ると、政治家の方へ道行っちゃったんですね。だから、ね、突き詰めると、うん、感情論で話しちゃダメだと。なるほど。やっぱり機能論と財源論、うん、こういったのをやっぱりしっかりと伝えないから、うん、感情論だけで若いからというね、勢いだけでやっちゃう、うん、それをやっぱり会長になった時に自分が学んだんですね、一番ね、うんうんうん、全国で回りながら、うん、なんで始めたかって言いますと、うん、一生に一回だから、政治家なんかなろうと思ってませんでしたから、うん、一生に一回だから絶対できる経験じゃないと、うん、で40前にスパッと地元に帰って家業に専念しようと思ってましたら、うん、だんだん現場の話を聞いてるとね、そうして周りが許さなくなるんですよね。いや、その逆でね、周りが許さなかったのもあるんだけども、うん、もうだんだん自分で憤りが出てくるわけですよ、政策に対して、役所に対して、で一人で中小企業庁に怒鳴り込みに行くと、うん、門前払い、うん、ああ、やっぱり世の中ってのは土俵に上がって、うん、ちゃんとしたものを言わなければ何事も解決もできなければ、うんうん、なるほどね。その後押してくれたのが7万人の青年部と、それから全国100万人の会員の方々なんですけどね。なるほど。いやー、いいお話をいっぱい聞いてるな。まあ、来週は松村さんのプライベートなね、お話なんかも伺いたいと思います。はい。それでは、松村さんのリクエストをもう一曲お届けしましょう。郷ひろみさんの2億4000万の瞳。ということですが、この曲選んだ理由をお聞かせください。いやー、もう理由語るまでもなく、はい、郷ひろみ、ひろみ郷。全国を回りながら、はい、うちの仲間っていうのは、普段ブルーカラーの人たちが多いんですね、はい、現場で働く人たち、なかなかネクタイ締めてる時には本音が出ないけども、うん、酒酌み交わしていろんなことをぶつけてきてね、その中でこの歌を歌いながら、200人いたら200人でジャパンを大合唱です、はい、やっぱりいい思い出っていうかいい経験をさせていただいたんですよね。あ、なるほどね。未だにこのひろみ号を聞くとね、なんかこう熱いもんが込み上げてきますね。あ、なるほど。松村さん、本当にお忙しい中、今日はありがとうございました。ありがとうございました。それではお届けしましょう、郷ひろみさんの2億4000万の瞳。
見つめ合う視線のレーザービームで夜空に描く色とりどりの恋模様この星の片隅に奥の瞳が素敵なことを探してるのさ胸の花びら震わせる色は移ろいやすくても人は愛の夢も見ずにいられない誰も出会いは臆せなの胸騒ぎまばゆいくらいにエキゾチックせて命のときめきエキゾチックエキゾチック JAPAN JAPAN 「タクシードライバーに興味のある方ぜひ山陽自動車にご相談ください」「長期生活応援制度であなたをサポート」「地理不安な方も未経験の方も安心」山陽自動車はバッチリ皆さんの味方です。お問い合わせは山陽自動車タクシー部 03-3641-3105 まで。最近企業学校などの送迎バスシャトルバスのお問い合わせが多くなっております。駅や本社からのシャトル便朝夕の送迎バスなどまた観光に見学視察にイベント開催時にクラブ活動に冠婚葬祭に様々なニーズに対応できます。そして納得できる金額をご提示いたします。山陽自動車は歴史あるそして新しいことにチャレンジする会社です。どうぞお気軽にご相談ください。お問い合わせは山陽自動車プロジェクト推進部 03-3641-2521 03-3641-2521 まで。関澤国政のリバーサイドトーク、今日のゲストは参議院議員の松村義文さんでした。お相手は関澤国政と山本佳代子でした。それではまた来週元気にお会いしましょう。ごきげんよう。関澤国政のリバーサイドトーク、この番組は優しさを基本に60年山陽自動車の提供でお送りしました。